専用にに開発発したフォーーミュラワンカーである2017年2月20年月日に正式発表マシン設計は前テクニカルディレクターのマーク・スミス時代にスタートしたもののその開発は前年3月に離脱したスミスの後継者となったヨルグ・ザンダーが引き継いだザンダーは新車発表の際ダウンホースを最大限に求めるよりも 空力的な安定性を追求することに重点を置いたと述べている。頭上にあるエアボックスが分割されているのが特徴となっており、カラーリングは F13025 周年を記念してブルーとゴールドのカラースキームに変更された。パワーユニットはフェラーリの1年落ちのスペックを使用する。ドライバーはマーカス・エリクソンが残留、新たなチームメイトにパスカルウェイ・レインを迎えた。 ウェイレインは ROC でクラッシュした際の負傷によりトレーニング不足のため開幕2戦を欠場アントニオ・ジョビナッチがダイソーを務めた多くのレースで予選会バックマーカーに沈むものの車体はタイヤに優しい特徴を持ち他チームよりタイヤ交換を1回少なくする作戦が多くセーフティカー導入時にタイヤ交換しタイムロスをなくすのを狙いこれが成功すると ウェーレインが第5戦スペイン GP で8位、第8戦アゼルバイジャン GP で10位に入賞した。しかし、マシン性能の低さが否めなかったマクラーレンが第11戦ハンガリー GP でダブル入賞を果たしたため、コンストラクターズランキング再開に沈んだ。ありがとうございます。